楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ、このゲームの模様をお送りいたします。イーグルスの先発はエースの則本、対するマリーンズの先発はベテラン涌井、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の則本、マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは荻野、投げました、打ったいい当たりだ、抜けた、荻野いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げました、打ちました、初球打ち、これはゲッツーか、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で角中、投げました、低めの球、見逃し三振。第2球投げました、打ちました、抜いていった、ボールは中継、清田ナイスバッティングです。イーグルス先制のピンチを迎えます。第5球投げました、打ちました、2塁ランナー3塁へ向かう、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。イーグルスダブルプレーできっちりと仕留めました。さあ、先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁三塁という場面で下津、これはいい当たりだ、いった、入った入った、ホームラン、先制、スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、見事に初球を捉えました。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。イーグルス、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウト満塁という場面で三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。3回の表が終わって3対0、イーグルス3点リードは変わりません。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で下鶴、今日3打点を挙げています。第2球ボール、第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ヒットになります。銀次一気にホームへ、バックホーム、間に合うかどうか、あーっと送球それた、イーグルスこの回4点目、7対0。右バッターボックスは9番太田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。真ん中ストライク、タイミング合いません。初球空振りから打った、掴んで、これで3アウトになります。3回の裏が終わりまして7対0、イーグルスリードを7点としています。イーグルスリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で下鶴、今日5打点を挙げています。第1球投げた、初球外れてボール、一塁へ牽制球を送ります。さあ、次の投球、真ん中に決まった、ストライク、投げた、アウトコース低め、ボール、投球これから4球目、インロー際どい球、ボール、第5球投げた、空振り、第6球をランナースタートを切った、あーっと、いったー、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、下鶴今日これが2本目のホームラン、シュートを完璧に捉えました。9対0、イーグルスリードを9点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。イーグルスリードで迎える7回です。ワンアウトランナー1塁という場面で下鶴、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ダイレクトフェンスに当たった、ウィーラー2塁回って3塁へ、下鶴いいバッティングを見せました。さあ、チャンスを広げています。イーグルスチャンスをものにできるか。第1球ランナー走った、投球ストライク、キャッチャー二塁へ、二塁はセーフ、ランナーが一つ先、
マリーンズ、何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー、打った、破った、中村ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。さあバッテリー、ここは踏ん張りどころ。打った、ウィーラー掴んだ、一塁へ送る、アウト、試合終了。則本、見事な完投勝利です。イーグルス圧勝です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送り